stop to see you cry. I never listen to your tears and prayers. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to your words. こんなような見事なカウンターアタックですよね。これでコールデーブ面白くなってきました。ワールドクラスになってくる。ジョンビードで狙う。デイビスからジョアン・デリク抜けてくる。ブドトスキシュートに持っていくための今のパーツアタッチ素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできるイニエスタ。裏のスペースを狙う。ゴールのチャンス、シュート。いやー、追加点。追加点が決まりました。これで差は2点。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で決まりました。1対0。まあこのままリードだ。いや、草澤さん、マドリードサスとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直しシュート。移籍後初ゴール、さすが期待に応えました。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。最後のスルーパス狙う。とこれはつながりますね。フワッと裏を狙う。浮かせたボール。さあカウンタースピードを上げていこう。レバンドフスキー折り返します。後半スタートです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事。レバンドフスキー、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まり晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元にシュート。スルーパスを出す。仕掛けるか。ナンバーですよ。あとこれは来た。シュート。今日は嬉しい日になりました。本人もやっとという思いでしょうか。力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。ここで危ない。抜けてくる。さあ、1点だろ。ダシーです。いやー、ファインセーブでしたね。いや、あの位置からのシュートですからね。はい、イニエスタ、裏のスペースを狙う。シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし、惜しいシーンです。今日のゲーム、この回がさらに出てきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。レバンドフスキー決まった。勝ち越し。鋭いボール、ゴールへと突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。こっちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはレバンドフスキー、もう2点目のゴールです。このシーンがありました。ゆるく狙ったボール、デイビスからジョアン・デリクス、自分で行く。ジョアン・デリクスからクロス、手で行く。決まった。先制。アーセナル相手に先制。ロスから頭で合わせ、決まりました。焦らずにね。アリソン。
ちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は同じに元日本代表ミッドフィルダー、